まあ、あの参議院選挙がね、近づいてきてるんですけども、僕は本当に全く中立的で、ただ投票率が上がればいいなと思ってますが、まあ、それぞれの候補者はね、あるいは支援者は当選しようと思って必死になってやったりしたと思うんですが、やっぱり僕見てて、諸外国に比べて日本は政権交代が少ないと、それから与党と野党の、まあ、力の差が、まあ、野党が分裂していることもあって、離れているんで、政権、まあ、選択の選挙ではないっていう、まあね、参議院選はね、と言いながらやっぱりなんか盛り上がらないっていうのは、その日本の文化的な特性もあるのかなと思って、今アメリカはね、いろんな問題で国論を二分するようなことになってますし、そういうなんか国論が二分されやすい国ってあると思うんですよ。結局一人一人が意外と自説を曲げないというか、同調圧力とかそういうことあんまり関係なく、自分がどのように考えるかということを、でその時にやっぱり世の中、要するに未来が不確実的というかですね、何が正解なのか分かんない時に、その、まあ、ベッドというかですね、私はこっちに行く、私はこっちに行くっていう、ちょうど半々ぐらいだとシステムとしてロバストとなるというかですね、システムとして質の高い、まあ、選択ができるってことあると思うんで、そういう時に国論が二分されるって状態になって、いわゆる二大政党的なね、政治体制になると思うんですけど、日本っておそらく日本のその進路に対して国論を二分するほど、なんかその人々が異なる意見を持つってことが比較的なくてですね、加えてその同調圧力がある、なんかいつも潮目を見てて、多数派になるような方につくみたいなことを心地よいと感じる人が割合が多いんで、まあ、そういう文化的な風土だとなかなかですね、二大政党制とかその政権交代ってことは起こりにくいんだろうなと、まあ、それがいい悪いじゃなくて、まあ、そういう日本はそういう国なんだということを改めて思います。で僕自身はどっちかというとその自主説を曲げない方なんで、それなんかその、まあ、同調圧力で多数派が案外簡単に形成されてしまうとか、メディアもですね、そういう世間とか世論ということを、まあ、前提に報じる日本のあり方に対しては、まあ、ずっと子供の頃から違和感を持ってるんですけど、まあ、しょうがないですよね、僕はそういう国に生きてるんで、非常に冷静に見てますが、ただ一つ言えるのはやっぱり世論調査とかも本当はデモグラフィーっていうかですね、まあ、諸外国では普通だと思うんですけど、年齢とか学歴だとか、社会的なそのなんていうんですかね、立場とかそういうのによってどういうその支持率の差が出てるかってことをもっと詳細に論じた方がいいんじゃないでしょうか。ただ岸田内閣の支持率は何パーセントですとか言うだけじゃなくて、その日本の中のデモグラフィー、そういうのをやらないというのはおそらくメディアの側が世間というのをゆるくふわっと、まあ、捉えた方が、まあ、自分たちが楽なんでしょうね。このデモグラフィーってことを言うと、実は日本がそんなに、一枚岩の国でもないってことがバレてきてしまうので、それだと困っちゃう人たちがいるんでしょうね。いまだにお茶の間とか世間とか、それなんかゆるっとふわっとした一つのまとまりが日本の中にあると思ってた方が、なんか気楽だし商売上もいいっていう、そういう人たちがいるんでしょうね。でそういう人たちの振る舞いとか前提と今の日本の政治状況、まあ、とにかく与党が強い、野党が弱い、野党も分裂している、与党と野党だけじゃなくて与党というのもあるんですか、まあ、中間的なね、そういう、まあ、非常に諸外国から見ると分かりにくい政治状況が日本の政治状況だと思います。ただ僕は僕が書いた英語の本ザ・ウェイ・ゴミ・ナゴミの中ではですね、そういう政治状況な日本の政治状況をなごみの一例として捉えてもいます。それは別に肯定的に言ってるのではなく、否定的に言ってるのではなく、一つの考え方、あり方として紹介しています。なので、日本のその状況が必ずしも全面的に悪いものでもないかもしれない、でもそんなにいいものでもないかもしれない、少なくとも最高のものでもないかもしれない、いずれにせよそういう非常に複雑な思いを抱えながらですね、この参議院選挙の様子を見ています。まあ、とにかく一人一人の候補者は頑張ってほしいと思いますし、少しでも日本の中にある多くの声、実際にはいろんな声があるんで、その声が聞こえるような、なんかまあ、きっかけにこの選挙がなればいいなと思っています。ということで、新幹線のホームから森健一郎でした。